先月完成した新しい国立競技場のトラックを初めて走るイベントが開かれました。2020年のプレダッシュとして今日も気合い入れていきたいなと思います。今日のイベントには 100m9 秒98の日本歴代2位の記録を持つ桐生祥秀選手やオリンピック・パラリンピックのメダリストたち、さらにはタレントの土屋太鳳さんや新しい国立競技場を設計した建築家の隈研吾さんらも参加。アスリートたちに続いて抽選で選ばれた2020人の一般ランナーがお揃いの赤い T シャツ姿で陸上のトラックの走り初めをしました。続いて行われた 800m リレーでは、レスリングでオリンピック3連覇を果たした吉田沙保里さんが転倒してしまうハプニングが。桐生選手はアンカーで出場、両手を挙げてゴールしました。